はい、こちら酒井遊漁場さんの三毛14センチです。お願いします。はい、こちらまだ字体が青いですが、これは三毛特有の字体ですね。三毛ですとこのように青っぽく下がなりますね。紅白ですとピンクのような字体ですが、三毛ですとこういうふうに下の方が青っぽく見えます。これもですね、大きくなるにつれて、墨が出るにつれてですね、白地となって変わってきます。今このように青いからといって、全部が出てしまうってことはないと思います。その辺もですね、このぐらいのまだ15センチ未満のちっちゃい頃ですね、